さて皆様お久しぶりですお元気にしてらっしゃったでしょうか平野寺もしくは平沢です皆さん植物をモデリングするのはお好きでしょうか好きという方もそうでない方もいらっしゃると思いますしかし絵を描くにも背景を作るにもとかく欠かせないのが植物ではないでしょうかどうせなら自分でデザインしたものを配置したいと思うそれが人情ですよねそんなわけで植物を楽しく 自由度高くバリエーション豊かに作りたいということでこんなジェネレーターを作成してみました今回はそのご紹介になりますご興味のある方はぜひご覧になっていってくださいさてまずこのジェネレーターの特徴についてですまずはその1本ジェネレーターは多様な植物種を作成することができるまずはこれにつきますね本ジェネレーターは図に示す3段階のプロセスによって 植物をフルプロシージャルに作成していくことができますまずは単一の葉についてこのように葉の形状や幅を自由にコントロールできますこんな感じで葉の形状をさまざまに変えていくことができますまた葉がどのように茎につくかをコントロールすることで多様な植物種の表現が可能ですこのように枝の向き、葉の位置、葉の数、 付き方など、さまざまに変えていくことができます。また、こんな感じで特殊な葉の付き方を形成するのも可能。以上、これらの設定を変更することで、簡単に植物種を変えていくことができます。ちょっとやってみますね。こんな感じで、 植物種を簡単に変えられるというのが分かっていただけるかと思います次に、本ジェネレータの特徴二つ目、本ジェネレータは樹状構造を自由に構成していくことも可能です映像のように、枝形状、枝の角度、枝の長さや分岐回数などをコントロールすることが可能ですこれを用いて、同じ木のバリエーションを作っていくなども容易です ちょっとやってみた結果がこちら。また、木をアニメーションで成長させてみたり、同じシステムでこのような小さな木から、このような大きな木まで製作していくことも可能です。次に、本ジェネレータの葉を作るためのマテリアルについてです。本ジェネレータは、多様な植物種に対して自由度高く対応するため、 プロシージャルマテリアルを設定してあります。こんな感じで葉脈の傾き、頻度や葉の色を調整可能、これによって様々な葉を再現可能、葉に斑点が入っているような場合にも対応できます。葉の円のギザギザなんかもマテリアルで調整できます。また、もっとリアルさが欲しいという方のために、通常の画像テクスチャや p b r テクスチャにも対応できるようにしてあります。映像は画像テクスチャを設定した結果ですね。 また本ジェネレータはメッシュ軽量化も可能なようにしてあります。ハノーオブジェクトを任意の分岐位置でメッシュオブジェクトに入れ替えられるようになっています。これを使いハノーオブジェクトをレンダリングしてメッシュオブジェクトのマテリアルに使用することでほとんど形を変えないままメッシュの軽量化を行うことができます。このオブジェクト入れ替え機能によりより広い用途への対応やあるいはプロセスの工夫によるさらなるリアリティの追求なんかも考えられますね。さて この他にもさまざまな機能はありますがとりあえずこんなところでご紹介の締めとさせていただきますかねいかがでしたでしょうかなかなか面白いジェネレーターなのではないかと思っていますそんなわけでご興味を持った方は概要欄からジェネレーターをチェックしてみてくださいそれでは皆様良き 3D ライフを